あなたの運勢を誰もくっ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 あなたの人生を見た。そんなもん気はない。はい、タイトルコール入ります。小林幸子は YouTube ババア。なんかかつてない中途半端な中途半端な もう一回頭から。はい、はい、こんにちは、小林幸子です。あなたの運勢を…いや、そういいんですもん。さっきのとこ使うんで。ああ、そうですか。佐藤さん、はい、今日はですね、日本一の卵かけご飯を召し上がっていただきたいなと思いまして。日本一？日本一です。今そちらですね、お手元にございます。お手にお持ちである、はい、夢王。あ、夢王。はい、無王じゃないです。無王じゃなくて夢王という卵。これが日本一の卵。はい、こちらの卵がですね、はい、全国からブランド卵がエントリーした卵かけご飯祭り、3年連続グランプリを受賞。あ、すごい。日本一の卵です。美味しいんでしょうね、じゃあね。卵の説明として、うん、鶏の餌によもぎ、海藻、ニンニク、緑茶、パプリカ、唐辛子、梅酢等を混ぜることで天然成分由来の赤みがかった黄身が濃厚な旨味とコクを出し、その一方で雑味のない味わいを生み出しました。美容と健康の維持にもつながる。あら、素晴らしい卵の。じゃあ、あの話し合い。そして、楽しみ。驚きなのはそのお値段。え、これ、そちらの夢を1パック、はい、2000円です。2000円もすんの？え、10個、1個200円ってこと？そうです。あら、なのでスーパーで買っている1パック分がその夢を1個です。ほんとに？そしてその夢を卵かけご飯専用の醤油、これ。はい、ですね。はい、やっぱりこの3年連続グランプリ受賞の日本一となると、ええ、注文すると、これ別に今回案件でも何でもなく、普通にお客さんとして注文したんですけど、うん、丁寧にお手紙までついてくるんですよ。え、手書きの。あら、この度は夢王をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本当だって、ありがとう。スタッフ一同自信を持ってお勧めしております。夢王をお楽しみいただきましたら幸いです。川崎さん、ありがとうございました。本当、こうやって一人一人に。本当ですね。あ、すごいなぁ。私ね、卵かけご飯大好き。え、佐藤さんって普段卵かけご飯ささっと食べるのってないですよね。何を言ってるの？何を言ってるの？日本の朝食、卵かけご飯でしょ、最初。大好き、私。へぇ。じゃあ、普段も召し上がる食べます。しょっちゅう食べます。卵かけご飯が朝パッと起きて、あ、今日は卵かけご飯食べたいって言って食べる。へぇ。本当によく食べるよ。でもまあ、卵かけご飯だけじゃなくても、なくて、あの、お味噌汁作ったりとか、あと、焼き鮭とか、鮭やっぱ食べるとか、あとお漬物。うん。じゃあ、今日は佐藤さん、すっごい嬉しい。その美味しさの判断しやすいかもしれないですね。しやすいと思います。まあ何せ2000円もする卵ですから。1個200円だもん。200円だもんね。そして今日はお米はもちろん、はい、最高の卵には最高のお米を差し込まれます。私が、本当に私が手で苗を植えて、で手で刺して肌掛けして脱穀したお米です。私が手作り、本当の手作りなんですけども、もうこれ以上ない組み合わせだと思います。楽しみです。では早速さん、はい、早速夢をご登場いただきましょう。夢王だものね。はい、うわぁ、ロー、ちょっとすごい。一つ一つ、ほら、ちゃんとねぇ、一個一個ちゃんとシールが貼ってあるんですね。夢王って書いてある。それもゴールドのシール。大きさは通常の卵と同じくらいですね。普通の、あの大きさですよ、これ。じゃあ、さっきさん、早速割ってみましょうか。割ってみますよ。あ、違った。あの、皆さん、1個200円ですからね。200円ですね。いきます。聞こえた音。いい音しますね。おお、きれい。見て見て見て、すごい、あのね、ぷっくりしてる。本当にきれいな絹の色ですね。コロンとしてますね。
なんかさ、美しいって感じするよね。艶も。そう、もう200円なもんだから、もう。200円、褒めちゃってる。褒める褒める。まだ食べてもいないよ。ちょっと、あのね、よくほら、いるじゃない ここの白いこれ取る、取る人と取らない人といるでしょ。取ります、取ります。僕は取らないの。私も取らないの。なんで？じゃあ何だったんだろう。取ると思っちゃった。いやでも取ると思ったんだけど、でも私は取らないから。あのいい卵は黄身をつかめると聞くんですけど。おお、すごい。つか、でもつかめる。ほら、ほら。すごい。あらあら、つかめ。おお、あほら。バレちゃった。いやあ、すごい。すごい。なんかもう黄色だって。そうそう、黄色じゃないもん。赤っぽいですね。それで、これで、お醤油を、卵かけご飯専用醤油を、これです。お好みで。どうですか、匂いは。なんかね、上品。お醤油の本当な、なんか香りがする。お醤油っていい香りするんだもんね、本当ね。さん、それ実は赤ワインらしいのにそのまま飲めるらしいですよ。ダメです、ダメです、ダメです。熱出ちゃう。赤ワインが入ってます。入ってそう。いや、入ってた。え、入ってた。え、赤ワインが入ってる。入ってます。入ってた。赤ワインって入ってた。じゃあもう幸子さん大好きですね。ダメです、ダメです、ダメです、ちゃいます。よし、はい、一旦それでかき混ぜましょうか。わー、絶対美味しい。いい感じだ。あら、いや、これはすごいですね。これちょっと…いかがですか。分かんなかったんですね。なあ、なにこれ、まろやか。すごい。では、続いて日本一のブランド米、サツコ米を。立ってます、立ってます、ご飯が立ってま す、ね、知ってる？ご飯ってね、こうやってこうやってこうしちゃいけないんだって。こうしたらこのまま、こうしたらこのまま入れる。なぜですか？あのね、こう押すことによってべちゃって崩れるんで、ここのこのまんま、あらら、シュッ、ここに。さちこ米、さちこ米、取れてます。さあ、じゃあもうドバッといってみましょうか。ではさちこさん、はい、早速日本一の卵かけご飯、はい、召し上がっていただきましょうか。では実食。あー、なんだかドキドキする。嬉しい。いただきます。卵ってこういう味するんだ。なんかね、ソフトっていうか柔らかいっていうか、食べた後にね、鼻からふーっとこういい香りが出てくる。卵のいい香りが出てくる。あー、クリームっぽい。クリームっぽい。濃厚。そう、濃厚ってことだと思うんだけど、かといって別にあの牛乳の香り、そうじゃなくて、なんだろう、ものすごいまろやか。これは美味しい。ちょっと今まで食べた卵と違う。何が違うか、みんな食べてみて。醤油の全然違いますか。このお醤油、すっごい美味しい。こちらのですね、お醤油の方は3本で3,750円。そんなするの。なので1本でおよそ1,200円です。そうだわね。1,200円。大吟醸より高い。大吟醸。大吟醸より高い。お酒より高い。お酒より高いです。そうそう、花正のシャンパン何本買えるか。すげえ。いやー、さすが、やっぱり3年連続1位ってことなんですね。もう本当にごちそうだもんね。というわけで、今日は
日本一、本当に日本一の卵かけご飯を頂戴しました。本当に美味しかったです。なんだろう、さっきも話したけど、これ一つのごちそう、もうこれだけでお料理もうなっちゃう。卵かけご飯がお料理っていうのもなんかすごく不思議なんだけど、でもそれに値する大変美味しいございます。お醤油も美味しいわ、これ言わないで、醤油かかでは皆さんもぜひもし何か機会があったらこの夢を召し上がってみてください。目から鱗です。というわけで、登録よろしくお願いします。お願いします。卵。